次に宮本武史さん。宮本君。金子大臣、お久しぶりです。2年半ぶりに帰ってまいりました。日本共産党の宮本武史です。久しぶりの大臣との議論を、こういう問題から始めるのは私としても残念ですけれども、今朝の報道のために急遽聞かざるを得ません。国交省の基幹統計に書き換えがあったとの今朝の新聞報道について、すでに午前の予算委員会では、斉藤国交大臣が書き換えを認め、陳謝し、岸田首相も再発防止に努めなければならないと述べました。国の基幹統計をめぐっては、3年前に厚労省の前金統計の不正が発覚し、そのときすべての基幹統計を対象に、一斉点検が行われたはずであります。そのときになぜ見つけられなかったのか、統計を所管する総務大臣に、ぜひお伺いしたいと思います。大臣。金子総務大臣。こういう形でまた議論できることを大変嬉しく思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。今回、私も新聞で、承知したわけでございますが、それ以上詳しいことは、今のところ分かりませんが、その後、統計局の方からお話を伺ったところでございます。国土交通省からの報告は、会計検査院から統計の精度にかかる指摘を受けたため、統計制度の改善を行っていくという内容であったと聞いております。会計検査院の指摘に沿って、国土交通省においてしっかりと統計制度の改善に取り組むという受け止めであったかと思います。今後ですね、先ほど予算委員会でも総理からもお述べになりましたように、この統計の信頼をですね、回復するため、総務省としてもしっかり、まずは国土交通省で事実状況の確認をした上で、私どもを対応していきたいと思います。宮本武史君。3年前、なぜ見過ごされたのかということをしっかりね、検証する必要があると思うんですね。それで、令和2年1月から運用が改善されて、GDP に影響はないと、こういう答弁がありましたけれども、本当にそうかということについても、これから明らかになってくるだろうと考えます。しかし、今日はこれが本題でありませんので、本題に入りたいと思います。コロナ禍で全国で、大いに不安が広がってまいりました。私の地元、大阪でも、感染の急増の中で、保健所に電話をかけてもつながらないと、救急車を呼んでもそもそも医療にアクセスできないまま命を落とすという実態が広がりました。今日は資料1を、資料をお配りしましたが、資料1ですね、これは厚生労働省が作成していただいた資料であります。順位だけ、私の事務所でつけたものであって、この数字は全部厚生労働省の出していただいた表であります。大阪のコロナでの死者は人口比で、これはもう紛れもなく全国1位、死亡者数も2位であります。でテレビ番組で少し議論になりましたけれども、陽性者中の死亡者比率というものでは、何かちょっとマシなのだという議論がありましたが、これも紛れもなく10番目でありますから、47都道府県の中で極めて深刻な状況であることに違いはありません。これは厚労省、今日来ていただいておりますけれども、大阪が命を落とされる方が最高水準のやっぱり異常事態だったと、この段階で、こういうことについては、私は動かしがたい事実だと思いますが、厚労省、よろしいですね。厚生労働省、宮崎大臣官房審議官。ご答弁申し上げます。委員がご配布いただいた資料を厚生労働省で作成したものでございますが、これにつきましては12月13日時点の感染者数、死亡者数を、人口につきましては令和2年10月時点の各都道府県の人口で、割ったという数指標になっております。感染状況に影響を与えうる数値、これ、人口の集積度合いや年齢構成等々考えられますけれども、それぞれの地域で異なりますので、各指標を取り上げて比較論評するのはなかなか難しいという面あることはご理解いただきたいと思いますが、
数字といたしましては、やはり今回の感染にあたりましては、人口の非常に集積の高い都市部の感染者数、死亡者数が、これ、この表からも明らかにありますように、高い数字になっております。あと、北海道、沖縄というところも高い位置に来ているところありますけれども、その中で大阪につきましては、今ご指摘ございましたように、数字といたしましては、死亡者、人口比では、12月12 13日時点の数字で取りますと、数字としては1番になっているという状況でございます。宮本武史君。大阪が1番だということを今、確認されました。この背景には、大阪でもまた全国的にも保健所、あるいは医療の体制が本当に脆弱にされてきたということがあります。医療も深刻でありますけれども、今日は時間がありません。保健所の体制問題に絞って聞きたいと思います。ここにですね、全国保健所長会が行った、調査結果というものをお持ちをいたしました。ここでかざすことになっておりますので、これが全国所長会のやった、すみません、違いました、これ所長会にやった、これが調査結果なんですね。それで、この全国保健所長会が昨年3月4月に全国の全保健所対象に行ったアンケートですけれども、資料につけておきました。資料の位置を見ていただきたい。相談センターの運営は24時間対応、すべて直営、これが7割であります。保健所のですよ。資料2の2、相談センター業務以外に保健所にこれだけの仕事が殺到しております。資料2の3、自由記載欄ですけれども、赤い下線を引いておきました。人員が少ないため、交代で休養を取ることができない。人員が少ないので、担当課職員はほぼ全員が24時間対応せざるを得ないとございます。全国保健所長会副会長、そしてこのアンケート調査を行った健康危機管理に関する委員会の委員長であります、白井知佳大阪府枚方保健所所長は、今年9月朝日の取材に、第5波まで波が来るたび、超過勤務が月に約200時間になる職員がいたと証言し、保健所はもう持たないと、こう語ったと報じられております。厚生労働省はこういう保健所の実態、掴んでおりますね。厚生労働省、宮崎大臣官房審議官。ご答弁申し上げます。委員会ご紹介のありました保健所長会の調査は、私ども報道等で承知をしております。昨年の春段階で調査をされたものだと承知しております。昨年春以降、この感染拡大する中で、各保健所、全国の保健所、大変多忙を極める中で、大変ご努力、ご尽力いただいているということで、十分認識をいたしております。我々も各自治体からさまざまなチャンネルを通じて状況を伺っております。総務省をはじめ関係省庁とも連携いたしまして、この間、体制強化あるいは負担軽減についても取り組んでまいりましたけれども、引き続き取り組んでいくことが必要だと考えているところでございます。宮本武史君。こういう状況の下でも、大阪の保健所の現場からですね、こういう現状の下で、大阪の保健所の現場からは、限界を超えていると、助けてほしいという悲鳴が上がっております。12月の3日に、大阪自治労連、大阪府職労が大阪労働局に要請を行いました。第5波時に過労死ラインを超えた職員が140人を超え、時間外勤務が月180時間を超えた職員も複数いたという衝撃的な告発でありました。これは厚生労働省に確認いたしますけれども、労働安全衛生法66条の8では、所定外労働時間が月80時間を超えた場合、どのようなことが義務付けられておりますか。厚生労働省武田労働基準局安全衛生部長。お答え申し上げます。労働安全衛生法第66条の8におきましては、労働者の健康の保持を図る観点から、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合に、
医師による面接指導を行うよう事業者に対して義務付けているところでございます。委員長。宮本武君。まさに現場はですね、過労死ラインである80時間を超えるような時間外勤務が常態化しているわけであります。総務省は毎年、地方公務員の勤務時間、休暇等の勤務条件について調査をしております。平成30年度と令和元年度はすでに発表されておりますけれども、そこでも時間外勤務の時間数が月に100時間以上という人が 0.3%、4万人近くいると報告されております。令和2年度の調査結果は今、集計の途中とのことでありますけれども、この100時間以上の人は、増えるのか減るのか、見通し、答弁していただけますか。総務省、山越自治行政局公務員部長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、令和2年度の状況は現在集計中でございますが、ですので、現時点での仮集計の値になりますが、月100時間以上の時間外勤務をしている地方公務員の割合は、令和元年度の 0.3% から、令和2年度は 0.4% と増加するというふうに思っております。委員長。宮本武史君。0.3% でさえ4万人近くでありますから。0.4% となれば、もう間違いなく4万人超えるんですね。0.3 から 0.4 にというのは、0点とついてますから、小さく思われるかもしれませんが、比率は非常に高いものになると思います。早くね、その結果を出していただきたいと思うんですが、これはもう本当に100時間超えたらですね、1ヶ月でもですね、直ちに産業医の面接が義務付けられているぐらいのね、過労死の危険の迫った状況なんですよ。これは本当に放置できない、直ちに解消されなければならないと思いますけれども、これは総務大臣にこの改善へのご決意、お考えを聞かせていただきたい。金子総務大臣。宮本委員には現場のですね、非常に厳しい状況についてご報告いただきました。新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、厚生労働省において昨年度より、保健所の体制強化策として、都道府県単位での専門人材派遣の仕組みの活用、自治体間の職員の派遣の調整、職員派遣等に必要となる経費に対する財政支援を実施していると承知しております。また、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の拡大時に円滑に業務ができるよう、保健所において感染症対応業務に従事する保健師をコロナ禍前に約1800名だったものについて、令和3年度から2年間かけて 1.5 倍の2700名に増員するために必要な地方財政措置を講じることとしております。総務省としてはこれを踏まえ、早急に保健所の体制強化に取り組んでいただきたい旨、各地方団体に対して周知を行っており、今後とも厚生労働省とも連携しつつ必要な支援に努めてまいります。委員長。宮本武史君。今日は時間がありませんので、これで終わりますけれども、保健所体制の脆弱化の背景には、我が党は反対いたしましたけれども、1994年に保健所法が改定されて、地域保健法になり、それが1997年に実施されたことがあります。これを機に保健所数が激減をいたしました。これらの問題については、来国会で引き続き議論することを申し上げて、今日の質問を終わります。ありがとうございました。これにて本案に対する質疑は終了、終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出があり